さんこんにちは、カエル VR です。僕のメタクエスト2はソフトウェアアップデートバージョン57になりました。ここは最新のバーチャル環境フューチャースケープ、範囲内で自由にテレポート移動ができるようになりましたね。メタクエスト2は毎月ソフトウェアアップデートが活発で、バージョンが上がるごとにメニュー画面の配置が変わったりするんですよね。そこで今回は変化のあったクエスト2の小ネタ集を集めてみました。ぜひ参考にしてみてください。足が生えてる。今までは上半身だけでした。横に動くとアバターも移動、ただしゃがんだりジャンプは反映されませんでした。いずれはぬるぬる動きそうな予感、期待したいところです。鏡をトリガーボタンで押すとアバターを変更することができます。このチャンネルではメタクエストを中心とした VR 体験を実況交えながらご紹介しています。 VR に興味があればぜひチャンネル登録していってください。行きたい場所に移動するときはサムスティックを前に倒して離すと移動。アバターは無料有料がありました。これにしようっと。これはビジネスマンですね。皆さんいつもご視聴いただきましてありがとうございます。お仕事もお疲れ様です。服装や髪型、飾り付けなどが変更できるんですね。保存しないで進めていきます。標準になったダイレクトタッチ、このタップ操作がすごく気持ちいいんですよね。コントローラーがブルッと震えます。コントローラーを近づけると指でつまむような滑らか操作も、先日アップルで発表された50万円近くなるビジョンプロもこんなイメージになるのでしょうか。一度体験してみたいですね。このようにパネルを上下左右移動でも正面が見やすくなっています。未来を感じるな。このようなスワイプも気持ちいい。指が当たる部分は白く影ができています。光沢を感じますね。当たった部分はブルッと震えます。次はマイカーラールマルチタスクを見ていきます。下のアイコンをグリップボタンで握って左の画面に開きました。右の方には設定画面を開いていきたいと思います。最大3つのウィンドウを配置できるんですね。知らなかった方はぜひ試してみてください。このようにウィンドウの入れ替えもできました。ストアのタグ検索も便利ですよ。セール中の VR ゲームを発見。あとクエストプラスというものがあります。これは VR ゲームのサブスクリプション、月間1200円で厳選された2タイトルを獲得することができます。2023年9月はレッドマターとフィッシャーマンズテイル、2つ合計で3980円。サブスクは税別なので実際のところ1320円、差額2660円にもなりました。すでに持っているゲームがあるとメリットを感じませんが、今から始める方はいいかもしれませんね。年間9000円で合計24タイトル獲得することができます。なおスマホの画面で登録するときは右下のメニューから真ん中のメタクエストプラスを選択してください。これで同じようにサブスクリプションの登録をすることができます。ちなみに再開してしまうと全て遊べなくなります。再加入すれば今まで獲得したゲームは遊びますけどね。クエスト2内の画面に戻ってきました。これは真ん中に戻しておきましょう。次に設定画面を見ていきます。今まで横長だったのが正方形の形になりました。16項目きれいに並んでいます。試験中を見てみます。このスワイプ入力が気になる。これから見るイメージで合っていますでしょうか。例としてアプリライブラリーを開き、文字でアプリを検索してみます。こうやってスワイプで検索してもいいですが、たくさんあると時間がかかりますね。でも早い早い。文字入力を試してみましょう。仮想的なキーボードが出ました。手を近づけるとコントローラーが消えて、ダイレクトタッチで流れるように文字を選択することができるように。今バイオと打ってバイオハザード4を探しています。候補の単語バイオハザードが出てきました。比較的早く探せましたね。ストレージ容量が足りなくて一旦削除していたんです。セーブ情報はクラウドにバックアップされているので、再インストールすれば途中から遊べます。次にローマ字入力に変更してみました。釣りゲームがやりたかったのでフィッシュ FISH と入力したら、すぐにリアル VR フィッシングのゲームが出てきました。たくさん VR ゲームを持っている方はすごく便利なのではないでしょうか。それでは設定のシステムを見ていきたいと思います。一つ前に戻ってこの左上ですね、カメラを選択します。メディアをメタクエストモバイルアプリに同期するときはここをオンにしておきますが、オフにしてあっても個々のメディアファイルの同期はカメラから選択して今すぐ同期するでできると思います。もう一度設定システムカメラに戻り、昔試験中にあったカメラの高度な設定を見ていきたいと思います。この動画の録画のところですね。 VR ゲームを録画する前に設定しておいた方がいい場所です。画面の手ブレ補正、
アスペクト比は正方形、横型、縦型と選択できます。ショート動画を作成するときは縦型が便利です。フレームレートは数字が高いほどヌルヌル撮影できますが、パフォーマンスに影響。ビットレートは数字が高いほど録画画質は良くなりますが、ファイルサイズが大きくなります。ここで復習です。スクリーンショットの撮り方、右のオキラスボタンを押したまま素早くトリガーボタンを深く押すとポンとなって写真撮影が完了。ビデオ録画をする場合は録画ボタンを押せばいいですが、スクリーンショットの時と同じように右のオキラスボタンを押したままの状態でトリガーボタンを長押しすると録画の開始停止ができます。録画が開始されると右上のところに赤い丸が表示されます。次にソフトアップデートのバージョン確認方法です。バージョンというところの頭文字に57と見えます。これがバージョン57を表しているんですね。いつもと何か違うなと思ったらここを確認してみてください。次に物理的空間、たまにトラッキングで高さがおかしくなる時があります。そんな時はこの床の高さの設定を試してみてください。次はパススルー。ダブルタップでパススルーをオンにすると、ヘッドセット横をダブルタップで自分の部屋が見えるように、もう一度ダブルタップすると戻ります。パススルーで物を探したい時に便利。パーソナライゼーションは後ほど見ていきます。次は動きのトラッキング。ここでジェスチャーコントロール、手だけのハンドトラッキング操作に切り替えることができます。一番上をオンですね。2番目もオンにしておくと、コントローラーをテーブルや椅子に置いた時に自動的に手の操作に切り替えられます。これをこうやって置いた時ですね。3番目の両方のコントローラーをダブルタップしてジェスチャーコントロールというものがあります。手に切り替わった後にコントローラーを置く感じでしょうか。トントン、あ、早い。これでハンドトラッキングになりました。コントローラーのどれかのボタンを押すとコントローラー操作に戻ります。それでは実際にコントローラーを置いて手の操作に切り替えたいと思います。2番目の自動切り替えです。今床にコントローラーを置きました。何も持っていない状態、少し待ちます。はい、切り替わりました。これ手だけの操作で行っています。コントローラーは持っていません。昔のハンドトラッキング体験よりもやりやすくなっていると思います。個人的にはまだコントローラーの方がやりやすいです。指がそのまま滑らかに動く。ここでハンドトラッキングのデマアプリをご紹介。無料で楽しめるムーブファスト。バージョン56でハンドトラッキングの改善がされていますが、一般的な利用で最大 40% の遅延低減、速い動きでは最大 75% の遅延低減になっているそうです。パンチするとオレンジ、手のひらを押すとピンク、チョップすると青、そんな火の粉のような色合いが見えました。これから音楽のリズムに乗りながら前から流れてくるマークに合わせてパンチ、手のひら、チョップとエアボクシングをしていきます。コントローラーを持たない手だけのフィットネス VR ゲームです。チュートリアルはスキップして実際に見ていきましょう。難易度は4つあり、3つ目を選択してみたいと思います。ガードの場合は両手で拳を作ります。赤くなりました。スタート。パンチ、手のひら、パンチ、パンチ、手のひら、チョップ、パンチ、パンチ、チョップ、手のひら、パンチ、パンチ、手のひら、チョップ、ガード、ガード、パンチ、パンチ、パンチ、チョップ、パンチ、手のひら、パンチ。あー、間違えた。手が軽いので変な感じもしますね。途中でやめたいときは手のひらを向けて親指と人差し指をタップしてメニューを呼び出して閉じる。これがハンドトラッキングのゲームを楽しむときの例です。トラッキングの追従も早く遅延もなくなったような。もう一つのトラッキングデモもご紹介します。その名はファーストハンド。1年前にリリースされた無料アプリで、今回続編のチャプター2が登場しました。チャプター1を体験した方は多いかと思いますが、続きもぜひ体験してみてください。こちらも手だけの操作のハンドトラッキング VR ゲームでアドベンチャーっぽくなってきました。チャプター2の触りだけ見ていきたいと思います。手を振って挨拶。わあ、目の前に来た。今回ロコモーションアップデートが追加されました。テレポート移動とスナップ回転ですね。少しコツがいると思います。まずはテレポート移動。手のひらを内側に向けて、人差し指で行きたい方向に向け、親指を直角に開き、人差し指と親指をつまんで移動。最初難しく感じますが慣れると快適ですね。次はスナップ回転。人差し指を立てて行きたい方向に向け、親指とつまむと方向転換しました。画面上だと伝わりにくいので、ぜひご自身で体験してみてください。
その後アイテム回収や指の形を変えて進む場面が出てきます。オキラスファーストコンタクトを思い出すロボットも登場して懐かしさを感じる場面もありました。最後は中途半端に終わってしまうのでチャプター3も登場しそうです。それではコントローラー操作に戻していきたいと思います。床に置いてあるコントローラーを取ってと、これで戻りましたね。戻るときは早いですね。アプリライブラリーを開きます。次にご紹介するのがメタクエストブラウザー。下の方に没入型ベストウェブと書いてあります。これが何気にすごいんです。そう、ここのウェブコンテンツを選択すると手軽に VR ゲームを楽しむことができます。選んだのはスパイダーマン VR。 今の流行りではスパイダーメーンでしょうか。ここをトリガーボタンで選択すると次のような画面になります。右下の方に VR と書いてあります。この VR を押すと、そう、一気に360度仮想世界へ。スパイダーマンになりきり超高速ビル群を駆け抜けろ。トリガーボタンを押すと糸が出ます。おお、出た。うわ、空を飛んだ。これは気持ちいいぞ。ヤッホー。あー、落ちてしまう。また糸を出して上昇。いった。何か見えてきたぞ。クリスタル。どうやらこのクリスタルを集めていくみたいです。結構操作が難しい。よし、取った。手首には数字の1と書かれていました。シンプルで面白い。これはおすすめ。ぜひ他のウェブコンテンツも楽しんでみたいですね。それでは次に進んでいきましょう。次は設定に戻り、右下にあるヘルプを選択。何かクエスト2で困ったことがあったらここで調べてみてください。次に VR 初心者用の方におすすめなメタクエストガイドを見ていきます。場所がわからなくなった時はアプリの検索でメタクエストアプリを選択。上から3番目にメタクエストガイドが表示されました。これを選択するとメタクエスト2に関する使い方を学ぶことができます。初めてのクエスト2ファーストステップスのオープニング圧巻。今でも定期的に楽しんでいます。一通りチュートリアルと最新情報をチェックしてみてください。先ほどのヘルプ画面もありました。また設定に戻りパーソナライゼーションを見ていきたいと思います。この左上ですね。現在公式のバーチャル環境は2023年9月現在15種類公開されています。今後もどんどん増えていきそうですね。クエスト2を初めて起動した時に現れるバーチャル環境、無限感、範囲内を自由にテレポート移動することができるようになったことで、隅に行くと今まで見えなかったものが見えるようになりました。奥に見えるのは富士山でしょうか。見てください。池で泳いでいる鯉がこんなに近くで見えるなんて。クエスト2が出た始めの頃から楽しんでいる方は感動ものではないでしょうか。あとはスムーズ移動でもっと遠くまで移動できたらいいですよね。今後のクエスト3でできるようになるのかな。温泉街の湯気、これもよく見ることができました。へえ、こうなってたんだみたいな。それでは次の場所に行ってみたいと思います。それは期間限定のバーチャル環境、ザ・ロード・オブ・ザ・リング、ザ・リングス・オブ・パワー。まだダウンロードできるでしょうか。体験されていない方はバーチャル環境をチェックしてみてください。 Amazon プライムビデオのみの配信のロード・オブ・ザ・リング、力の指輪の世界観のようです。ほら、下の方にも滝が流れているのが分かりました。あと右の方の滝が見えなかったのですが、ここからはよく見えますね。次に行くのはサイバーパンクの世界観のようなバーチャル環境、サイバーシティ。見れる範囲は広くなりましたが、そこまで変わった印象はありません。ただここからです。印象がガラッと変わります。これから奥の背景の風景を変更します。バーチャル環境の一番下にあるカスタムスカイボックスビュー。一部のバーチャル環境では360度の画像を読み込んで変更することができるんです。宇宙空間へ。緑ある水辺。ファンタジーの世界観？
ちなみにご自身で360度写真があれば好みの背景に変更することができるそうです。スクリーンショットで撮影したファイルも使用できますが、少し画質は荒めになりますね。いろいろ試してみてはいかがでしょうか。また VR ゲームを購入すると無料で入手できるバーチャル環境もあります。その一つがブリンクトラベラー、最初の景色ホース周辺と、こちらも範囲内で自由に移動ができますね。ブリンクトラベラーは22カ所の旅行地で32個の自然の風景を楽しむことができる VR アプリです。最近ではパズリングプレイスとのコラボでザ・ウェーブの場所の 3D ジグソーパズルが公開されました。パズリングプレイス有料ダウンロードコンテンツとなっています。さらに2023年秋に無料アップデートの予告がされています。8カ所のロケーションが追加されるようですね。これは楽しみ。さらにさらにミストです。この雰囲気好きなんですよね。バーチャル環境ミスト4チェンバー、一番落ち着くかも。やりごたえのある不思議なミスト島の謎解きパズルアドベンチャー、臨場感がアップ。こちらもミストを購入すると無料でバーチャル環境がついてくる。より近くで見ることができました。いかがでしたでしょうか。皆さんもクエスト2の便利な使い方など小ネタがありましたら、ぜひコメントに書いてみてください。またこのカエル VR チャンネルでは半年前から VR に関する情報のライブ配信を行っています。配信ではより最新の役立つ情報をお届けできればと思っていますので、お時間があればぜひご視聴いただけると嬉しいです。週末の夜の時間帯が多いでしょうか。いよいよメタクエスト3が秋に発売、詳細は9月28日のメタコネクトで明らかになるようです。今回の動画が良かったよ、参考になったよということでしたら、高評価チャンネル登録をお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回、バイバイ。